アンドレス・イニエスタが引退を発表。その功績と実績。1984年にスペインのアルバセテで生まれたイニエスタは、幼い頃からサッカーに情熱を抱いていました。彼はバルセロナの下部組織ラマシアに加入し、そこでの厳しいトレーニングと競争を経て、2002年にトップチームに昇格します。この時期から彼はその卓越したテクニックとサッカーセンスを発揮し始めました。イニエスタのキャリアの中で最も光彩を放つのはバルセロナでの活躍です。彼はジョゼップ・グアルディオラ監督の下でチームのスタイルを象徴する選手として成長しました。彼は2009年と2011年にUEFAチャンピオンズリーグを制覇し、数々のリーグタイトルも獲得しました。特に彼のパスセンスやボールコントロールは多くのファンに愛され、バルセロナのプレースタイルを体現する存在となりました。イニエスタはスペイン代表としても重要な役割を果たしました。彼のキャリアの中で最も記憶に残る瞬間の一つは、2010年の FIFA ワールドカップ南アフリカ大会の決勝戦です。延長戦に突入したこの試合で、イニエスタは決勝点を挙げ、スペインに初のワールドカップタイトルをもたらしました。この瞬間は、彼のキャリアだけでなく、スペインサッカーの歴史においても特別な意味を持つものでした。引退を決意する前、イニエスタは2018年に日本のヴィッセル神戸に移籍しました。日本でのプレーは、彼にとって新たな挑戦であり、異文化に触れる貴重な経験となりました。日本のサッカーファンからも温かく迎え入れられ、彼のプレースタイルや人柄は多くの支持を集めました。日本での経験を通じて、イニエスタはサッカーの普及活動にも関心を持つようになり、地域社会に貢献する姿勢を見せていました。引退を発表した際、イニエスタは自身の SNS を通じて多くの感謝の言葉を述べました。彼は家族やチームメイト、ファンに対して深い感謝の意を表し、サッカーに捧げた時間を振り返りました。この引退は彼にとって非常に感慨深いものであり、キャリアを通じての思い出や学びを改めて感じる機会となりました。イニエスタは引退後の活動にも意欲を示しており、若手選手への指導やサッカー普及活動に取り組む意向を表明しています。彼の経験や知識は次世代の選手たちにとって非常に価値のあるものであり、多くの人々にインスピレーションを与えることでしょう。またサッカー界でのビジネス展開や新たな挑戦についても期待が寄せられています。アンドレス・イニエスタの引退はサッカー界にとって大きな損失であると同時に、彼が残した足跡は今後も、これからも多くの選手やファンに影響を与え続けるに違いありません。サッカー界のレジェンドとしての地位を確立した彼のキャリアは、彼が愛したスポーツの未来においても語り継がれていくでしょう。